13キロです。ほぼ同じなんです。なぜ国会事業庁の指摘を踏まえて複数の原発での同時多発の波及的影響について審査されないのでしょうか。田中参考人。あ、そうか。繰り返しになりますけれども、私どもが今審査している原子力発電所は、まあ、季節の炉であります。ですからそういったところで、まあ、高浜、大井、それぞれ4基ずつありますけれども、同時発災ということに対して、対処できするための一つの方策として、まずそういった福島のようなシビアアクシデント、いわゆる過酷事故を起こさないためのいろいろな手立てを求めております。その上でなおかつそういったことが起きた場合でも、ここの原子炉で原子炉ごとにそれが対処できるようにということで、先ほど申し上げましたとおり、その資機材はもちろんのこと、人員についてもその要求を求め、その有効性も確認させていただいているところでございます。先ほど私は田中委員長を参考人と言いましたが、正確に間違いでございまして、政府特別補佐人でございます。大変失礼をいたしました。藤野君。何度お聞きしても今のお答えもやはり審査で個々の原子炉ごとに審査しているから、大丈夫だ、有効性は確認しているというお答えでしたけれども、そこで個々に審査する、個別の原子炉ごとに見るというその考え方そのものについてお聞きをしたいと思います。国会事故調はこの点について以下のように指摘をしております。配布資料の、2番目の丸2になります。安全目標が個々の原子炉を対象として設定される現在の考え方は、複数ユニットの原子力発電所や近接する